トイレの芳香剤、不要の家。はい、そうですね。トイレからは、匂いがこもるようなことはないんです。なぜかというと、おトイレの壁の石膏ボードの隙間がですね、1000分の1ミリぐらいあって、そこから匂いが、抜けてしまうんですね。実験動画で解説します。本当に呼吸する家の壁は匂いや湿気が抜けるの？実験です。下のコップにはホットコーヒーが入っています。赤は一般的な住宅、石膏ボードプラスビニールクロス。青は呼吸する家、石膏ボードプラス糖質クロスです。10分後。あれ？両方湿気上がってる？いえいえ。ちょっと匂い嗅いでみましょう。ちょっと看護師の変な嫌な匂いします。こちらは、ちゃんとコーヒーの匂いですね。こちらの表面は触ってみると、ちょっと湿ってます。湿った感じです。こちらは触ってみると、結露ですね。はい。ですから、匂いがこもらないんです。芳香剤がいらなくなりますよ。ありがとうございます。